金沢市内の小学生3800人が参加する連合体育大会が開かれ、伝統の集団演技、若い力が今年も披露されました。今日の大会には金沢市内の小学校55校から6年生およそ3800人が参加し、開会式では田上小学校の高橋啓二君が金沢子ども輝き宣言をし、全員で唱和しました。児童らは50メートル走や持久走、走り高跳びなどの競技で力を競っていました。恒例の集団演技、若い力も披露され、ポーズが決まるたびに会場からは大きな拍手が送られていました。